いかにも、わらわこそが後ろ宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチェである。わらわは奔放にして自由、誰の命令も聞かぬ。それを世界でたった一人、私だけが支配した。だからこそ後ろ宮家の当主たり得るのだ。その傲慢さこそが後ろ宮家当主の資格だというか。傲慢とはすなわち自信であり勇気である。そしてそれに見合う力を得ようとする飽なき向上心の表れである。だからこそ私はお前を支配した。傲慢を語る男がそれを実現していく様を見るのは心地よいものだ。苦言実行は強運なる者の言い訳に過ぎぬ。真の王者は持たぬ者さえも語る。そしてその傲慢を確かに実現してみせるのだ。わらわを支配できる者にはその王者の傲慢が必要だ。わかるか、夏日よ。真の王者はあらゆる苦難を恐れぬ。必ず乗り越えられると公言する。その算段がなくともだ。だから弱者は希望を持つ、集い、あがめ、協力を誓う。そこに力が生まれ、有限は実行されるのだ。それを心に刻め。はい、お父様。私は愚かでした。後ろ宮家の一大事に泣き言を言う暇などあるわけもありません。そしてお父様から後ろ宮家を引き継いだ以上、私たちは何があってもその名誉を守り抜きます。ほう、どうやってクラウスの借金を返済するか、その青写真も描けぬのにか。今はどうすればいいのか、その方法をまだ見つけることはできません。しかし私の夫は新しき後ろ宮家の当主であり、私はそれを支える妻です。ですから夫に代わり私が宣言します。聞こう。後ろ宮クラウスと夏日は必ずやこの苦難を乗り越え、後ろ宮家の名誉を守ってみせます。お父様にご心配をおかけすることはありません。クラウスの借金の規模と惨憺たる状況については知っておるな。はい、この屋敷さえも明日には立ち退けと命じられても拒めぬという最悪の状況です。遺産分配となれば親族たちに刑事告発さえされるかもしれません。しかし心配には及びません。そうなる前に借金をすべて返済し名誉を取り戻します。なぜにこやつが我が息子ではなかったのか。その資質を持つ女を息子がめとったことさえ、これもまたそなたの強運よ。ベアトリーチ、私の最後の命令だ。
当主でないそなたの命令をもはや聞く義理はないぞ。ほう、ならば新しき後ろ宮家当主の命令に従え。そなたはすでに当主でなく、クラウスは未だ当主ではない。わらわは誰に仕えよというのか。お前にそれを委ねる。後ろ宮家の当主を受け継ぐ資格があるかどうか、そして片翼のわしの紋章を背負うにふさわしいかどうか、お前が確かめるのだ。断るぞ。当主でなき男の命令など聞けぬわ。いや違うぞ。これは遺言である。当主が残したお前への最後の命令である。ならば従わぬわけにはいかぬか。わらわもつくづく付き合いがよい。違うな。ほう、興味を持ったからであろうが。つくづくそなたには隠し事ができんな。夏日。はい、お父様。乗り越えてみよ、この苦難を。後ろ宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチェ。ここに後ろ宮家の苦難を再び乗り越えるため、そなたの力となろうぞ。ありがとう。あなたの力が必要です。私たちは必ずこの苦難を乗り越えます。そのために助力は惜しまぬが、先に断らねばならぬ。かつて金蔵の窮地を救ったように、そなたに再び莫大な黄金を与えれば、この度の苦難は解決することは分かっている。しかしそれはできぬ。そうですか。すまんな夏日。ベアトリーチェの黄金は私一代限りという契約なのだ。そしてそれを受け継ぐためには魔女の秘文を解かねばならぬのが取り決め。黄金は秘文にて封じられている。だからそれを解けぬ限り、そなたに黄金の魔法は与えられぬ。わかりました。ならば他の方法でこの窮地を脱する方法を模索しましょう。主人は時間をかけるとは言っていますが、必ず借金は返済できると言っています。そのための時間を得ることができれば、この苦難は乗り越えられます。良いぞ夏日、続けよ。しかし金蔵はもう死んでいるぞ。医者と使用人は葬儀の準備。そなたは親族たちにその連絡だ。そなたは自らその金策の猶予時間を終わらせる宣言をすることになる。自ら刃を下ろす断頭台も愉快なものよ。降りたか、魔力が。夏日、決まったか。わらわに望む奇跡の魔法が。あなたにもう一度お尋ねします。金策は間違いないのですね。ああ、1年、いやせめて半年あれば必ず実る計画なんだ。しかし今すぐにはどうしても無理なのだ。ならばそれを待ちましょう。しかしお前も言ったぞ、親父はもう
死んでしまった。お父様はお亡くなりになどなっていませんよ。まだこうしてご健在であられます。それはどういう意味だね。親父はもう現にそこに。繰り返します。お父様は未だにご健在であられます。ご自身の研究がお忙しいのでこれまで以上に書斎を出ることはできません。ですから私たちはお父様が研究に専念できるように外務をすべて取り行い、お父様に不要なお仕事が及ばないようにしなくてはなりません。つまりそれはこれまでと何ら変わらないということ、理解できていますね源氏。はい。片翼のわしの家具はこれからも親方様にお使いいたします。熊沢、そして南條先生、私の話は理解できましたね。え、あの、その、それでいいのかね夏日さん。お父様は確かに今日お亡くなりになったかもしれません。しかし今この場にいる私たち全員が信じることでお父様を蘇らせる魔法を使うことができます。無理ですよ奥様。そんな、いくらなんでも解剖すれば死亡時期を特定される。不審がられることは避けられん。お父様はお亡くなりにならないのですから解剖などされる言われはありませんよ。お父様は死亡届によってお亡くなりになるのではありません。そうか、失踪届か。そうです。借金が無事に返済でき、お父様にお休みいただける準備が整ったなら、その時にお父様の失踪を宣言します。失踪なら死体がなくても死亡届を出せる。つまり死亡時期を隠せるということだ。どうだ南條先生、これなら何の問題もない。確かにそういうことにはなりますが。それでよいのですか奥様。確かに私たちが黙っていれば親方様がお亡くなりになられたのは秘密にできるかもしれません。ですがどこでどう間違って誰かに知られないとも。熊沢、声が大きいです。お父様はあちらでお休み中なのですよ。起こしてしまわれるつもりですか。さあさあ思い出してごらんなさい。そなたがどんな姿をしていたのか、そなたがどんな日々を謳歌していたのか。お父様。夏日、
先に我が名誉のために断っておくぞ。私は生への執着からそなたにこれをそそのかしたのではない。嘘つきめ、多少は予見していたであろうが、どうだ金蔵、体の方は。悪くはないが、どこか夢の中のような感じだ。重みがないな。この世にとどまることを許されぬ存在が未だとどまっているのだ。多少の不自由は諦めよ。お体は本当に大丈夫なのですか？本当に大丈夫なのですか？むしろ心地よいくらいだ。これが死後の世界の感覚ならば、幽霊気取りも捨てたものではないぞ。これにてどうか。夏日、金蔵はよみがえった。故に葬儀は不要。そなたの苦難はこれにて解決だ。ベアトリーチェ。感謝の言葉はいらぬぞ。支配者は傲慢であればよい。わらわは頼みは聞かぬが、命令には従うのでな。それでも言います。ありがとう。これで主人のために時間が稼げます。あとは私たちの仕事です。しかし夏日、心せよ。確かに金蔵はよみがえったが、それは永遠ではない。我が魔力が続く限りである。反魔法の毒素により魔法は破られてしまうかもしれぬことを心せよ。魔法の断りを正しく理解し、その維持に努めよ。わらわはそなたに奇跡を見せるが、それをつかみとどめるのはそなたの役目だ。無論です。あなたにもらったこの奇跡を私たちは決しておろそかにしません。それでよい。なるほどな。主と畳は新しい方がいいというのは本当らしい。気に入った。わらわはそなたに使えようぞ。後宮夏日、我こそは後宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチ。いつでも我が名を呼ぶがいい。さすれば現れ、わらわはそなたに奇跡を授けるであろう。ありがとう。私は後宮夏日、あなたを使役し、後宮家の名誉を守ります。